今日はですね、お弁当なんですよ。お弁当、僕の弁当箱なんですけども、今日持っていくのを忘れまして、家帰ってから晩ご飯食べます。これ味噌汁ね、いつもここに入れていくんだけど、なんだトラブル発生、何があるのこれ。どうすりゃいいんだよ、この私。ダメだ。だからね、まあいいや。後で飲む。それじゃあ続けます。今日はね、肉じゃがにこれかぼちゃ、トマト、漬物、アスパラガスです。いただきます。うん、まあまあお母さんは食堂があって1食いくらかで食べれるんですけど、もう食べないですね。弁当持ってきます。あいた、よかった。味噌汁は飲めないところだった。もう冷めちゃってますけどね、うん、この時はザブご褒美、喜び表しました。会社にもね、食堂があって安く食べれるんですけど、あんまりね、食べないですね、僕は。今日作ってもらうのは大変だしね、申し訳ないんだけど、やっぱりソーシームが食べたいしね。今の僕にとっての弁当箱の存在っていうのは食べるだけじゃないんですよ。朝弁当を持って出るでしょ。で昼まで働くと、で弁当の時間になるわけなんですけども、やっと終わりや、昼まで終わったと、あとは午後の仕事で終わるんだと思う、ターニングポイントですね。これはそう思うと元気が出ます。これ菜の花ですよ、菜の花。もうできてるんですよね。春の味が、春だなぁ。これをね、一口で食べられないのがつらい。トマトは今は学校はほとんど休息ですよね。僕の休息人生は小学校2年生までですね。3年生からは3年生までですわ。で4年生が休息始まったのかな。かぼちゃ、そろそろですね。溶ける、歯はいらないね、これは。小学校の時給食持っていくと、冬場はねストーブが炊いてあって、その上に水の入った大きなブリキ缶を置いて、そこに全員の弁当を入れるんですよ。そしたらいい具合に蒸されて温かい弁当が食べれるんですけども、懐かしいね。食べるの久々なんですよ。菜の花うまい。こんな弁当と比べて180度別のお弁当といえばサバイバルレーションですね。いわゆる軍隊でお昼ご飯に、とりあえずお昼ご飯にして配るもんとかね。一ちらレーションっていうのを食べたことあるんですけども、缶詰このぐらいあったかな、高さこのぐらいあって、で2合飯をパンパンに詰め込んでるからね、重いんですよね。で食べてても硬いんですよ、歯が立たないんですよ、お箸は折れるしね。でもおかずと一緒に食べたら美味しかったですね。これは本当に缶詰があって言ってもわからないくらい。話は変わるんですけど、最近大きく聞いたんじゃないかとね思うようなことがいっぱいありまして、何か持ってるものポイポイとその辺置いちゃうんですよね。そんであれどこ行ったどこ行ったで探しまくって、携帯もどこあるかわからんから自分の携帯番号に電話してピリピリってなったとこ置いて、あ、ここにこんなとこ置いたのかって感じなんですけど、今日はね、いろいろ食べてきましたけど、何が一番美味しかったといえば、中学校の時ね、転職とは行事の後にイベントを持ってきたんですけども、その時にね、毎回うちの母親はおにぎり入れてくるんですよ。うちの場合、母方のこんなね、母親方のおにぎりだったんですけども、それにね、塩味がついてね、すごい可愛いんですよ。塩水に手つけて握るからでしょうね。今コンビニのおにぎりなんかご飯には味はついてないですもんね。そう思うとあのおにぎりは美味しかったなぁと思うんですけどもね。できる弁当箱がありますよね。ご飯入れて、おかず入れて、味噌汁入れて、まあこんな大きさのね。で、お昼飽きたらあったかいご飯とお味噌汁が飲めるというね、弁当箱がありましたけど、あれ一時僕は使ったことありまして、これはバイトしてる時に持ってきてたんですよ。本当にいいですね、暖かくて。ただちょっとね、傘が増すのがね、ちょっと問題なんですけども。自動車通勤ならいいんですけど、電車通勤だと、はい、邪魔になりますもんね、朝からかけて。昔ばっかりそうだ、当時は昼食とお茶が一緒に出たんですよ。で、みんな弁当の下に午食と給食係がお茶を全部入れてくれて、で、みんな弁当箱の下でこうやってお茶を飲んでましたね。突然思い出したな、そういうこともあったんだね。代わりに水筒を持っていくということはなかったですね。喉が渇けば水道の水を飲むというような。ああ、分かった。難しい分かったの忘れてた。奈良も弁当箱、弁当食べた後に洗いますか？洗って持って帰る。僕はまあ洗って持って帰ってたんですけども、今の職場では洗うところがないんで、もう申し訳ないんですけども、食べたままで持って帰ります。やつとかね、そんな早まじに持ち帰ったらもうそれだけで中が腐ってて嫌な匂いがしますので、飲んでた。お米が増えました。やっぱり日本人は米食べないとダメですね。米で、米を弁当に入れていくっていうのはなかなか、いいことですよね。とか言って一人暮らしの時は弁当なんか作りませんでしたけどね、作ればいいんだけどね。まあ今日はそんなこんなで弁当のお話でした。それではごちそうさまです。